敵でもそれじゃあんまり脳がなさすぎるんじゃないですか。今のところガメラを撃退するいかなる方法もありません。まあとにかくその冷凍爆弾をガメラにぶつけてみようじゃありませんか。賛成。皆さん、今すぐ避難してください。数千年の眠りから覚めた大怪獣ガメラがあなたを狙っています。貞子先生、大変なんです。図書がガメラにさらわれてしまいました。図書、死んじゃダメよ図書。あ、僕は図書君を助けに行こう。私も一緒に行くわ。新聞記者だ。なぜですか。そりゃ知らん。しかしその石は何千年も前からここに立っているのだそうだ。虹の谷には魔物がいて危険だから近づいてはいけない。私たちには先祖代々の言い伝えがあります。バルゴンは陸上動物です。水の中では生きることができません。皮膚の細胞が水に溶けて紫色の血液が流れ出してしまうのだそうです。なるほど、それが鳩場の水を紫色に染めた原因か。
俺だってあの子供助けるんだ。いや、そんなこと言ったって兄貴を足りないな。よし、俺一人で作る。さっきからあの怪獣をギャオスって呼んでるけど、なぜだよ。うん、僕が名前をつけたんだ。だって鳴き声がギャオって聞こえるもん。まあ、エイチったら。あのギャオスの超音波は、鉄でも石でも、まるで紙のように切り裂いてしまう。あのガメラでもかなわないでしょ。嘘だよ、嘘だ。ガメラは世界中で一番強いんだ。二人の少年の命も保証できない。司令官、なんとか救い出す方法はないでしょうか。地球全人類が降伏する道しかありません。脳波翻訳装置用意。今からお前たちの命をもらう。どうしたんですか、こんなに慌てて。
宇宙船で子供が飛び出してしまった。エラコちゃん、おい、警察で連絡してない。エラコちゃん、いいですか。子供の嘘の話を信じてやるふりすることは教育上絶対に悪いことなんですよ。しかしですね、あのトモコちゃんの真剣な顔をね。いけません。私は天文台長の志賀です。二人の少年を乗せて飛び去った宇宙船の正体は分かりません。今のところ捜索する方法もありません。すごいな。誰かいませんか。ここは一体どこだろう。お姉さんたち誰なの。あなたたちが来るの待ってたのよ。70年の祭典、万国博を突然襲った史上最大の恐怖。世界各国から万国博目当てに予約したホテルや航空会社、次々にキャンセルの通知が舞い込んでおり、ジャイガーを片付けない限り万国博の開催は不可能です。ジャイガー、ジャイガー、ジャイガー。ムー大陸に生まれ悪魔の力を授かって、今全世界を相手に暴れ回るジャイガー。君たちどうしてここへ来たんだい。僕たちジャイガーをやっつける方法を思いついたんです。あの潜水艇の性能は保証できるんですか。それはもう絶対大丈夫ですよ。はい、トムさん。え、いいけど、あれでね、ガメラの体の中へ入ったとはね。には出したくないって言ってるんです。戦いきろ、戦わけでもって言ったら分かりません。無敵ガメラを苦しめるジャイガーの吸盤攻め。チキショー、このままではジャイガーの極超音波でガメラ耳の鼓膜をやられてしまう。唾液ミサイル、光線速射砲、万国博会場を背景に二大怪獣が激突。子供たちの正義感に応え、猛然火を吹くガメラの体当たり。人類の進歩と調和を守り抜いたガメラの底力。ガメラ対大魔獣ジャイガー、ガメラ対大魔獣ジャイガー。地球から480光年の距離にある惑星から、地上の生物を食料にしている深海怪獣ジグラが地球征服にやってきた。地球のこの美しい海は、私のように美しい姿の生物が支配すべきである。しかし人類の味方である正義の怪獣ガメラはこれを迎え撃つ。人類に次ぐ速やかに降伏せよ。物質破壊、四次元殺人光線発射。あ、ガメラだ、ガメラ助けて。私ガメラ大好き、かっこいい、
誰かが助けに来るのを待つだけだ。それよりトム、酸素は？あと15分しかない。では、では、あの4人を見殺しにするっておっしゃるんですか？助けて、パパ！よし、こっちで。パパ、ヘレン。パパ、ヘレン。4次元光線体火炎噴射。オレンジ光線体回転ジェット。ダイエーが送る年に一度の怪獣映画の決定版。ガメラ対ジグラにご期待ください。遥か宇宙の彼方から全宇宙の支配を企む侵略者がこの地球を襲ってきた。続発する怪現象、そして突如現れた凶悪な怪獣たち。地球危うし。この地球を救うのは一体誰か。あ、ガメラだ。ビッグだね。完全と悪に立ち向かう正義の味方、我らが宇宙怪獣ガメラ。平和を守るスーパーウーマンと共に戦え、ガメラ。ガメラが勝つか、巨大宇宙船が勝つか、そのスリルと興奮。あの宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄道スリーナインも登場。最高に楽しい数々のパロディーシーンが続出。スケールとアクションで迫る特撮娯楽超大作。宇宙怪獣ガメラ、今こんなに楽しい映画は他にはない。